ついてきてくれますか。はい、戦闘開始ね。報告書も提出したし、今回の定期戦も無事終了。個人的にはクラスメートの実力を測ることができたのは大きな収穫でした。おはようございます、月影さん。ああ、マナさん、おはよう。最近はよく授業に出席されるんですね。ええ、定期戦だけではパートナーを決めかねていて、欠席者もいましたから。リンカさんですか。そうです。大伊徳先生に再戦を挑むためにも VR クラスからパートナーを求めたいんです。そのためにもこれまでより積極的に授業に出席して親睦を深めたいと思って。それならまた私とも組んでくれますか。月影さんと組んだことでいろいろと学んだことも多いので、ぜひお願いしたいのですが。ええ、喜んで。治療プログラムの上でしたら私は誰とでも組みますし、誰とでも戦います。本当ですか。では早速この授業が終わったら。おはよう。おはようございます、ランカさん。せっかく月影さんと二人でお話ししてたのに。あれ、月影、今日も授業に出てるんだ。パートナーが決まるまで積極的に授業に出てくださるんですって。筆頭としてのお仕事も忙しいのに素晴らしいです。そっかそっか、月影が授業に出てくれるといい修行になって助かるよ。あら、別に月影さんがあなたたちの訓練に付き合うとは一言も。あの、それでランカさん、リンカさんはいつ頃戻れるか分かりましたか。あら、それが全然はっきりしないんだよね。そうですか。朝から騒がしいな。邪魔だ、通れないだろ。クズリン、今日も月影が授業に参加するってさ。よろしくお願いします、モモさん。そうか。あれ、あんまり興味ない。そんなことはない、月影の実力は認めている。だから月影と戦うことは大いに意義があると思う。だがパートナーの件は興味がない。またまた何を言ってるんだか。月影さんと組むことができればパートナーの評価も爆上げ必至、この島での地位は安泰なんですよ。私は評価や地位が欲しいんじゃない、強くなりたいだけだ。素晴らしい姿勢ですね。私もモモさんを見習わなくっちゃ。一緒に頑張りましょう。お前を踏み台にするという話だ。慣れ合う気はない。まあまあ、クズリュウ、そう言わずに胸を借りようよ。後で金剛先生のところで。月影さんは私とパートナーになるって決まってるんです。え、そうなの。そんな話聞いてないわ。バイオラさん。バイオラだ。また騒がしいのが増えたぞ。いつの間にいたのよ。コアル、さっきの話は本当なの。マナをパートナーにするというのは。パートナーにするのではなく、訓練の時にペアを組みましょうって話をしてただけです。
固定のパートナーの話とはまた別です。なんだそういうことだったの。バイオラ嬉しそう。物事は隠せないタイプだな。全部顔に出る。うるさいわね。私にとっては一大事なの。うるさいのはあなたでしょ、バイオラさん。理事長。朝からかしましいわね。あなたたちを見ていると若い頃思い出すわ。よみがえる青春の1ページ。理事長にもそんな時代があったんだ。そりゃあったわよ。すっごく可愛かったのよ。卒業アルバム見る？興味ない。あら残念。理事長、人の話の腰を折って何の用事です？そうそう、定期戦の成績の速報が出たから教えてあげようと思って。もしかして暇なのか？めっちゃ忙しい合間を縫ってわざわざ来てあげたんじゃないの。聞きたいでしょ？はい、聞きたい聞きたい。素直でよろしい。では定期戦の順位を発表するわね。1位は月影小春さん。今回もトップを死守したわね。素晴らしいわ。ありがとうございます。それから2位ね、バイオラさん、あなたよ。なんだ、前回と同じじゃん。つまんないな。順位で言えばそうなんだけど、今回バイオラさんはかなり評価を上げているわ。そうなの？これまで月影さんがダントツで1位を独走って感じだったけど、今回はかなりの接戦だったのよ。接戦？私と小春が？おめでとうバイオラさん、よく頑張ったわね。そうよね。私はエリートですもの。当然の結果ですわ。めんどくさい女だ。褒められ慣れてないんだ。そこそこ強いのに。なんかさ、クズリュウさんも冗談を言っている場合じゃないんじゃない？え？皆さんがそれぞれバルキリーとして成長しているのは認めますけど、第2回の定期戦で私がパートナーを一戦ごとに交代させた意図は汲み取れなかったようだし。意図ですか？でも私、月影と組んでこれまで以上の力を出せました。自分はもっと強くなれるということが分かった。自身が強くあることも大事だけれど、それだけでは足りないの。ヴァルキリードライブは一人では成し遂げられません。パートナー同士がいかに互いを高め合うかが重要なのよ。月影さんに力を与えられるばかりではダメ。あなたたちも月影さんの実力を引き上げられるようにならなくちゃ。私が月影の力を引き上げる、そんなことできるのかな？ランカさんもクズリュウさんも二人が感じたその先があるということね。私たちはまだまだということか。戦闘記録を見直す必要があるな。あ、私も自分の戦闘を確認したい。善は急げだよ、これからやろう。というわけでちょっと二人で話してきます。じゃあね。ほら行っちゃった。この辺もっと熱弁したいのよね。特にひどかったのが、特にひどかったのって
間違いなく。この豚のことね。遅刻ですよ、満腹丸さん。今日は大事な話があると言ったでしょ。仕方がなかったのだ。朝ごはんを食べて、それから食後のごはんを食べてたら遅くなったのだ。ちょうどいいわ、満腹丸さん。ほい。今から月影さんと戦いなさい。うーい、やだ。シャドウムーンちゃんと戦うとカロリーの消費が激しいのだ。どうしてあんなに食べてばかりで太らないのかしら。ちょっと羨ましいわ。じゃなかった。これまでのデータを見る限り、あなたは誰と組んでも一定の力しか出せていないわ。バイオラさんみたいにムラがありすぎるのも困るから、よしあしでもあるんだけど。それでもこの成績が満腹丸さんの全力だとは到底思えません。うん、ぐぐ、難しい話を聞いてたらお腹が減ってきたのだ。パートナーとシンクロすることを考えながら、共に戦うという意識を持って月影さんに挑みなさい。待ってください。何かしら、バイオラさん。小春が戦うなら私も賛成します。ええ、いいわよ。あ、それなら私も。マナは？私もやります。月影さんと組ませてください。な、ちょっと、先に手を挙げたのは私よ。そんなの知ったことではありません。だって次の訓練で私とペアを組むって約束しましたよね、月影さん。ええ、そうですね、確かに約束しました。制約ありってことか。小春が納得してるなら仕方がないわね。では私が満腹と組みます。でもエクスターではなくリブレーターをやらせてください。それも構わないわ。満腹丸ちゃんの意思は無視なのだ。こちらは？では私はエクスターに回ります。私がリブレーターをやっては、満腹丸ちゃんさんが何かをつかむ前に勝敗が決してしまいます。いいですね、マナさん。もちろんです。筆頭と副筆頭の実力見せつけて差し上げましょう。なるほどね、あなたはその姿勢を崩さないってわけ。いいわ、もういい。力を見せるしかないというのは十分に分かった。バイオラ、すげえ燃えてる。では少し場所を変えましょう。思いっきりやれるようにね。バイオラさん、こんな流れで戦うことになってしまいましたけど、いい機会です。はっきりさせておきましょう。はっきり？何を？私とあなた、どちらが月影さんのパートナーにふさわしいか。なんだ、そんなこと。そんなこと？ねえ、そんなことでしょ。私がはっきりさせたいのは、私が強いか強くないか、それだけよ。あなた、月影さんを倒したいの？それとも月影さんと組みたいの？どっちなんです？さあ、どっちなのかしら。はあ？私が強くあるために倒すべきライバルなのか、共に戦う仲間なのか、それを見極めたい。どっちも困るんですよね。私のパートナーは月影さん以外ありえないんです。知らないくせに、月影さんにふさわしいと思ってもらえるように私がどれほど努力したのか
ではその努力とやらを見せてごらんなさい。言われなくたって。そろそろ時間ね。私はスタート地点へ行くわ。後で会いましょう。何様だと思ってるのかしら。何から何まで上から目線で、向かっ腹が立ちますわ。マナさん、気をつけて。大丈夫です。バイオラさんのパートナーはあの豚のような体型をした満腹丸さんですし、バイオラさんの戦いは定期戦でも見ています。あの人だけじゃない、私だって強くなってるんです。現時点の総合力でははるかにこちらが上でしょう。言葉では伝わらないか。とにかく気を引き締めていきましょう。尽力させていただきます。私も全力に頑張ります。まだまだ楽しみましょう。やめますか。射抜きます。そこ50コンボ突破。これで私たちを倒せるとでも。Thank you.
この程度造作もありません。
満腹、いけるわね。いけるのだ。よし、暴れるわよ。この工場は何を作ってるんだろう。お菓子かな。おかげかな。気分を切り替えなさい、満腹。力いっぱい体を動かせば、きっと食事も美味しいわよ。おい、美味しいご飯のためなら死んでもいいのだ。そこ、ご上手。ドライブ。満腹。行っちゃいなさい。また強くなりましたね。経験が生きました。やはり届かなかったか。アヘー、お腹が空きすぎて目が回るのだ。素晴らしい戦いでしたね、バイオラさん、満腹マルちゃんさん。そうね、全力を出し切ったわ。やりました、月影さん。バイオラさんを倒しました。そうですね。あの私何か問題ありましたか。いいえ、特に何も。じゃあ私を固定のパートナーにしてください。問題ないんでしょ。その話はまた今度にしましょう。一度教室に戻って今回の実戦の感想戦でもしましょうか。月影さん、待ってください。どうして。ヴァルキリードライブ。先を急ぐわよ。見事な戦いだったわ、バイオラさん。満腹丸さんもよくついていきましたね。うん、お腹空いてもう力が出ないのだ。
ちょっと待ってください。勝者は私、私たちなんですよ。どうしてバイオラさんを先に褒めるんですか？別に成績で褒める順番を決めてるわけじゃないんだけど。そうね、月影さん、あなたは分かってるんじゃない？そうですね、改めて感じることがたくさんありました。ねえ小春、あなた大秘徳先生と戦うためのパートナーを探してるんでしょ？ええ、そうです。私は本気で戦った、実力を示してみせた。気持ちは伝わったはずよ。それでも一緒に組めとは言ってくれないのね。負けた分際で何よ。黙りなさい、今は私が小春と話してるのよ。これでも私の力を認めないというの？そうじゃないんです、パートナーを選ばないのは私の方の事情です。バイオラさん、あなたは強くなった、とても。私が聞きたいのはそんな言葉じゃないわ。バイオラさん、お願いだから私のパートナーになってください。あなたにそう言わせたいのよ。そのために私の強さを全て知ってもらうまで絶対に諦めない。そうですか、それであなたの気が済むならそうしましょう。理事長、何かしら？もう一戦やらせてください。パートナーを変えて戦います。私がバイオラさんのエクスターになります。ようやく私の方を向いたわね、コハル。ごめんなさい、バイオラさん、もっと早くこうすればよかった。あの、月影さんとバイオラさんのペアですって、そんなの誰が戦うんですか？序列1位と2位のコンビですよ。無理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 です。しかもパートナーがカロリー切れの豚だなんて、私死んじゃいます。餓死してしまうのだ。だって他にいないんだもの。諦めて死んでちょうだいね。うん、花の命は短いと言いますけれど、私の野望もここでついえるのね。まあまあ冗談はさておき、あの二人が相手じゃさすがにモチベーションが上がらないわよね。ならこうしましょう、ボーナスポイントを出すわ。ボーナス？あの二人に一撃入れるたびにポイントを加算します。もう一回。じゃあもし二人に勝てたら、稲川さんは筆頭で序列1位、満腹丸さんが副筆頭で第2位。これでどう？やります、やらせてください。序列2位というのは中国四大料理でいうとどこの料理なのだ？二人で筆頭と副筆頭となれば満願全席だって食べられますよ。わお、満願全席。ほら、砂糖水でも飲んでカロリーを補給しなさい。早く早く。わかったのだ。私たちは先にフィールドへ向かいましょうか。私が言うのもあれだけど、あの二人が気の毒だわ。自信を喪失しなければいいけど。それでへこたれるような人たちじゃないでしょ。脳馬心ながら忠告しておくわ、くれぐれも油断しないことね。あの二人、次は本気以上の力を出してくるわよ。望むところだわ。
少しは手応えがなくちゃ楽しくないものね。相手が誰であっても手を抜くつもりはありません。うわあ、準備完了なのだ。筆頭と副筆頭の差まとめていただきます。満願全席いただきます。いつでもいいわ。始めましょう。手っ取り早く直接対決といきましょうか。では試合始め。小春、いいわね。ええ、万全です。力の差を見せてあげるわ。やっちゃったのだ。あらあら、大丈夫ですか。もう早く終わらすのだ。そら、ほら、そこ、そこ、ほら。そこ、もらった。大変なのだ。大変なのだ。大変なのだ。それ、ほい。なっ。ふっ。許さないわよ。結果だわ。また一つ女に磨きがかかったわ。じゃないですか、あんなのに。うえ、
だ砂糖水を全部戻してしまったのだ。もったいない、もったいないのだ。うこれが小春の力。予想をはるかに超える力だわ。他の誰と組んだ時よりも攻撃力があまりにも違う。エクスターの違いだけでこんなにも差が出ることがあるなんて。私の力じゃありません。私とバイオラさんの力です。わかればいいのよ。それでも私とは組まないんでしょ。ごめんなさい。もういいわ。小春に追いつくために必死で努力をしたけど全部無駄だったってことね。違うんです。話を聞いて、バイオラさん、あなたの気持ちは十分伝わりました。あなたの本当の強さも。だけどありがとう。でも慰めならいらない。同情もね。バイオラさん、そんな顔しないでよ。私がいじめてるみたいでしょ。そうね。だったらチャンスが欲しいわ。チャンス？私と組んで大威徳先生と戦ってちょうだい。それは一度でいい。私が強さを認めたあなたと極限の戦いをしてみたい。それですっぱり諦めるわ。お願いします、小春。あれ、バイオラと月影だ。こんなところで何して。あ、バイオラが月影に頭を下げてる。ほう、これはいいものを見た。何がどうなってこうなってんの。うるさいわね。ガイアは黙ってなさい。私は真剣なのよ。すみません小春。これで足りなければ土下座でも何でもするわ。だからお願い。わかりました。顔を上げてください。一緒に大威徳先生に挑みましょう。小春。ただし一度きりです。わかってるわ。あなたと私なら一度で十分でしょ、バイオラさん。もちろんよ。私と小春が組めば指針にだって負けるわけがないわ。行きましょう。私もようやく前に進める気がします。月影とバイオラが組んで大威徳先生に挑戦するとか言ってた。私にもそう聞こえた。大事件じゃん。そんなの見逃せないよ。同感だ。この目で見なければな。クズリュウ、二人を追いかけよう。ああ。バルキリードライブ。進みましょう。大威徳先生のもとへ乗り込む前に役割分担を決めましょう。前回私は一般クラスの子をエクスターにしたせいで全力を出し切れなかった。だから今回もリブレイターとして。いいわ。え？それ以上は言わなくていいって言ったの。役割がどうとかそんなことは気にしない。私は小春、あなたとドライブしたいの。
命を燃やして戦いたい。それだけなのよ。実は私、リンカさんをパートナーに選ぼうと思っていたの。はあ？何の話？あの子には秘めた力がある。それをこの目で確かめるまでは決断を先延ばしにするつもりだった。私の能力を最大限に発揮するにはそれしか方法がないと思って。つまり私の強さと小春が私をパートナーとして選ばなかったことは関係なかったわけ。その通りです。ふん、まあどうでもいいけど、それを今私に言ってどうするのよ。別に何も。ただバイオラさんにだけは言っておきたいと思って、それだけです。そう、行きましょう。大伊徳先生、最前に参りました。ほう、お前らが組んでくるとはな。こんなところでいつまでも立ち止まっているわけにはいきませんので。こんなところとは言うじゃねえか。相方を変えたから勝てるだなんて安直に考えてねえだろうな。あれが大伊徳先生の実力だったというなら誰と組んでも勝てる自信はありました。でも大伊徳先生はまだ本当の力を隠しています。そうなの？本当に恐ろしいやつだ。だがな、そう言われちゃ本気を出さないわけにはいかねえ。いいのか？死ぬぞお前たち。もちろん。その代わり私も本気でやらせていただきます。よし、俺の本気を見せてやる。メイドの土産にはちとでかいが文句を言うんじゃないぜ。バイオラさん、よろしくお願いしますね。ええ、任せて。準備はできました。行きましょう、バイオラさん。ああ、負ける気がしないね。お相手します。フッタッツ、諦めなさい。タッツ、やって飽きる。タッツ、これでおしまい。やって、タッツ、甘い。Yeah!
島での戦い方を教えてやろう。着実に感じます。いい感じで、
まさかこれほどとはな。ただごとじゃねえぜ。やった、小春、あなたやっぱりすごいわ。ううん、バイオラさんと一緒だったからです。とても安心して戦えました。ありがとう、バイオラさん。小春、月影、バイオラ、ランカさん、皆さん見てたよ、すごかった。悔しいが認めざるを得ん、先を越されっぱなしだな。おめでとうございます。さすが月影さん、私はきっと月影さんならと。バイオラさんがいなければ今回の勝利はありませんでした。以前私と戦った時、大伊徳先生は本気を出していませんでした。それを言うなら小春もでしょ。一般クラスの生徒がパートナーでは全力を出し切れなかった。そうですね、この戦いで生まれて初めて全力を出せた気がします。すごかったもんね、先生と月影たちの本気がぶつかり合って火花を散らしてた。指針の走行をも貫くとは。当たり前でしょ、私たちを誰と誰だと思ってるの。ビクニの序列第1位と2位、月影小春とバイオラ様よ。これ以上のペアはありえないわと言いたいところだけど、二度と実現することのない幻のペアよ。あ、そうなのか。組むのは一度きりという約束でしたから。そうなのか、もったいないな。先生、ちょっとお願いしてもよろしいですか。なんだ。おう、構わねえぜ。お前たちにはその資格がある。ほら、乗りな。キャー、皆さん聞いてください。私はバイオラさんとパートナーになることをここに宣言します。お願いしてもいいですか。え、いきなり何を言い出すの。あなたは一度きりという約束のはずでしょ。私今ドキドキしています。もっと戦いたい。大伊徳先生を倒した時、私は緊張と興奮と、そして安らかな心に包まれていました。ヴァルキリードライブとは何なのか、なぜヴァルキリーは二人いなければ戦えないのか、心で理解できました。これこそ私が求めていた境地です。やっとたどり着いたその場所の先には、広くて長い道が続いていた。ねえバイオラさん、私と一緒に歩いてくれませんか。ずっとずっと先まで。私だってその小春と一緒に。しっかりせんか、背筋を伸ばせバイオラ。はい。何を迷うことがある、何を恐れることがある。お前が強くあるべく求めた道だ。これまでも、そしてこの先も厳しく険しい道になるだろう。だが一人じゃねえんだぜ、お前たちはヴァルキリーなんだ。わかりました。ちょっと深呼吸しますね。では私バイオラは月影小春さんとパートナーになることを宣言します。最強のヴァルキリーとしてあなた方を導いて差し上げます。つべこべ言わずについてきなさい。
いいぞ二人とも。面白い。戦う相手は強ければ強いほど乗り越えがいがある。悔しいけれどお似合いです。精進を怠るんじゃねえぜ。道に迷ったらいつでもここへ戻ってくればいい。俺だけじゃねえ、金剛も豪山瀬もいつでも待ってる。それを忘れるんじゃねえぞ。はいはい。月影とバイオラか、意外な組み合わせだったな。あの二人を乗り越えるにはちょっとやそっとの苦労では足りなさそうだ。そうだね。あの二人をぶっ倒せるくらい強くなって私がお姉ちゃんを守るんだ。序列1位と2位のターゲットを同時に失うとは。このままでは残り物コンビが現実のものとなってしまいます。まずい。それはまずいんです。このままでは手詰まりです。一刻も早く手を打たなくては。どうにかしなくちゃ。どうにか。私たちの物語です。追試まで2時間か。公式というやつはどうしてこうも覚えにくいんだ。四則演算ができれば困らないだろう。月影、無言で背後に立つの。ごめんなさい、こっちから見ないとテキストが読みづらくて。それにここは非戦エリアです。そんなに警戒しないでください。それにしてもももさんにも苦手なものがあったんですね。必要なかったからな。一人で生きていくのに数式など不要だ。らしくありませんね。不要かどうかは習得してから判断すべきではないですか。勉学とは学園で生きていくために必要なサバイバルスキルです。そして今は追試前ですよ。生き残れるかどうかはスキル次第です。回りくどいやつだ。言いたいことがあるなら率直に言え。勉強見てあげましょうか。もちろんももさんがよろしければですけれど。なるほど、こうやって解くのか。覚えが早いし応用力があります。正直言って驚きました。月影の教え方がうまかったからだ。伊達に筆頭などという役職についていないということか。ありがとうございます。このくらいしか取り柄がないものですから。嫌味に聞こえないあたりが嫌味にしかなってない。まあ礼は言う。これで数学の追試は乗り切れそうだ。それは良かったです。記憶もこんな風にうまく思い出せればいいんだが。ももさん、勉強でわからないことがあったらいつでも頼ってくださいね。過去のことは思い出せなくても思い出は今からでも積み重ねていきます。そうだな、考えておく。追試頑張ってくださいね。あとたったの3科目です。3科目。3科目。そうですよ。物理と世界史の追試があるはずでしょ。月影。はい。早速で悪いが頼ってもいいか。やっと私の番ね。変わってあげるわ。満腹。食後の運動は
行ってくるの